写真拡大。二軍調整を続けていた阪神、藤浪進太郎投手、25が29日、甲子園球場で行われた一軍の投手練習に参加し、キャッチボールやランニングなどで約2時間汗を流した。8月1日の中日戦、甲子園に満を持して今季初登板を迎えることになる右腕は、この時期だからどうとかというより、自分のやるべきことに集中したい。特別な思いもないと自然体を強調した。先発ローター争いをしていた3月12日の中日とのオープン戦での登板後に自ら2軍行きを志願。極力早い時期にとは思っていたが、時間がかかってでもやるべきことがあると思っていたと、請求難克服のため目先の結果に追われる一軍を離れてじっくりフォーム作りに取り組み、26日のウエスタン中日戦、甲子園では6回6安打2失点と好投するなど復活の兆しを見せた。いよいよ一軍でその成果を発揮する時が来たわけだが、右腕にとってはいきなり正念場となりそうだ。ベテランでない選手が自分からの申し出で二軍調整させてもらうのは異例。これまでの実績やチームへの貢献度、そして期待感が高い藤浪だからこその処置だろう。ただ、同じようなことを何度もさせられない。だからこそ今回は結果を出さないといけない。チーム関係者、自らの申告によって二軍での調整期間をもらっただけに、今回結果を出せなければこれまでのような特例措置は廃止になる可能性が高い。ただ、藤浪本人も重要な登板になるのは重々承知。復帰登板に向けて周囲からもなかなか楽しむのは難しいかもしれないが、久しぶりの甲子園のマウンドなのでいい顔で投げてほしい。矢野監督、新たな一歩。藤浪の原点である高校野球が始まるので、ぜひ頑張ってほしい。藤原オーナーと続々とエールを送られているが、完全復活で応えることはできるか。